はい、はい、帰ってきました。はい、リサさんのアンダースティング。はい、これはこれはまあ SAO のね最新シリーズのエンディング曲、うん、SA ソードアートオンラインアリシゼーションのエンディング。ほう、アリシゼーション。そう、今最新シリーズアリシゼーションっていう、うん、でそれ今前半がこの間終わって、4月25日から後半がスタートする、うん、ワンクール分もう一回。へえー、そう、前半後半そうを2クールに分けてんだよね、一つのシリーズを。だから今この間ちょうどなんかそのボストンの最終決戦直前みたいな、うん、最終決戦始まったけど決着がついてないよってところで終わって、そこから、うん、多分もうめっちゃ戦って終わるんじゃないかなっていう予想わかんない。そう、面白いよね、2クール分になる、うん、かなりの量の演奏したら。そう、結構壮大に、ね、いや、SAO 自体ねすごいいいんだよね。もともと本当にバーチャル MMO ゲームみたいなの、仮想世界のゲームで、なんか接続方法がなんかどんどん変わっていくのよ。あ、そうなんだ。そう、最初はただ単にその目で見えてるだけとかで、その後は脳内で再生するみたいな、うん、でなんか今アリシゼーションは魂とリンクするみたいな。はあ、そう、だからそのなんていうの、仮想世界にも魂いっぱい作り出して、だからその人間の魂とその仮想世界の魂は果たして同じその平等の重さがあるのかっていうのが、まあ、なんか話題っていうかその重きを置いている話、うん、はあ、うん、なんか ゲームでありながらもゲームの話ではなくなりつつある、今回のクールによって。そう、そうね、うん、見なきゃとは思ってるけど見てない。見てない、一つも見たことないね。夢のある世界よ、あれは。なんか ああいうの結構出てきてるじゃん。設定としてはもう今そうだね、うん、バーチャルゲームの中で活躍するみたいな、うん、でもそれの先駆者みたいな感じだし。そうだね、そう、世界観も綺麗だしね、大事だけどね、うん、結構見なきゃって思って見てないアニメ多くて、うんうんうん、エヴァもそうだし。あ、エヴァ見てないんだ。見たことない。わでさ、その今の SAO とエヴァに関しては、うん、追うのが大変。あ、大変。今更追うのが大変すぎてちょっと手がつけられてないっていうのがあって、エヴァに関してはだって映画もさ、うん、何本かあるね。ああ、もう時間がかかりすぎると追うのに。確かに。って思って今遠ざけちゃって。うん、で、あとはサイコパス見てない。うん、フェイト、うん、見てない。見なきゃって思いながら見てない。フェイトはやばい量あるよね、確か。そう、うん。サイコパスも映画あったよね、多分。ある、ある、ある。そういう系見れてないんだよね。ああ。見なきゃとは思って。うん、サイコパスのなんかあの、うん、ドミネ、なんだっけ、ドミネ。あ、そんな感じの名前、そう、あの、武器のね。かっけえな、赤を持ってる。かっけえよ、うん。ただ見てない。そんな感じ。追い切れない。追い切れないんだよね。うん。SAO ってどこでやってるの？どこでやってる？え、テレビでやってるの？あ、テレビでやってる、テレビでやってる。テレ東とかかな？深夜の。俺はなんか、あの、アマゾンプライムの方で。ああ、まあそうか。今、毎週。え、アマゾンプライムとか、ああいうのだとさ、その、うん、リアルタイムで見れん、リアルタイムっていうか、ね、テレ東かわかんないけど、うん、テレビで放映された瞬間にもう見れるの？は見れない。一周遅れ。あ、一周遅れなの？そう。で、あの、リアルタイムで見たかったら、アベマ TV のアプリで見れる。ああ、アベマ結構やってるよね。そう。アベマで別にか有料会員じゃなくても、その、リアルタイムでは見れる。やってたね。でもさ、アベマもさ、若干遅れるでしょ？若干遅れる、若干遅れる。なんか、その感じは知ってるわ。あれなんか、一時期めっちゃ見てたね。お、何？なんだっけ？でもアニメ見るために入れた、確か。ね、あれはいいよね。終了直後から1週間は無料で見れるみたいな感じで。で、なんか、アラームみたいなのをさ、つけられるんじゃん。何のために入れたんだっけ？とある系かな？あー、とある系。うん、な気がする。うん。なんだけど。うん。今年は、うん、あれよ、テンスラと、テンスラね。リゼロ。リゼロを見た。じゃなかったっけ？うん。今年だよね、2期、どっちも。あ、始まる？うん、2期。あ、知らなかった。そうなんだ。多分そうだったよ。今年の秋、うん、予定では。あー、どっちも挫折してしまったアニメだから。そうなの？そう。リゼロおもろいけどな、うん。リゼロね、リゼロは良かったんだけど、ね、なんで挫折したんだろうね。なんか、逆にあの時は、その、無双系のアニメが見たかったんだ。主人公の。じゃあ、テンスラ見てます。そう。でも、テンスラ見始めてから、なんか、いろんなのが出てきたじゃん、あの時期って。
あの、そう。無双系が。そう、無双系が。そうだね。で、全部を同時進行で見たんだけど、大体同じ感じなんだよ。そりゃそうだわ。そう。で、無双系つまんねえってなって、でもリゼロは進みすぎちゃったから、あ、これもうどんどんめんどくせえなってなって。そう。無双なんだよね。俺、テンスラしか見てないね、逆に。その無双系は。ああ。それはいいと思う。もうそこでやめとくべきだと思う、逆に。もうジャンルとして。それはおもろいけどね。面白い。あとは、リゼロもおもろい。うん。リゼロはでも、俺は多分キャラに助かってる。ああ、キャラクターがちゃんとできてる。可愛いから。ああ、確かに。皆さん可愛い、ね。皆さん可愛い。キャラが。確かに。だから飽きずに見られた感はあるかもしれない。うんうん、なるほど。でも、面白いよ。うん。なんだっけ、主人公の夏木すばるみたいな。うん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 。あいつがこう、ずっと死に戻りって言って、ね、タイムリープ的な、うん。ことになってるんだけど、そんなの、うん、いいよ。人間味がいいよ。確かにね。普通にイライラするもん。ね、こっちが何かしらのこう、感情を、うん、高ぶらせられる作品ってすごいなって結構思ってて、うん、でイライラするっていうのも、まあ、言葉的にはマイナスだけど、うん、イライラできるってすごくね、だってその作品の人物にって思ってて、まあ、本当ね、王戦、うん、でなんゼロってその一番最初に出会う、うん、そのまあヒロイン的な女の子が、うん、なんか王国なのかな、ちょっと細かい設定忘れちゃったけどの次期王になる人の候補の人みたいな感じなの、うん、で、ある程度話数が進むとその候補の人たちが集まる会があるで、その候補の人とその付き人みたいな、うん、結構なんて仰々しい感じのところにスーパーが、いや俺もついてくよみたいになって、うん、でもそのループのやつ死に戻りのせいで、うん、なんか、いろいろ問題っていうか、なんか、いろんなことが起きるの、うん、以前から、うんうん。だから、と、ついてこなくていいよ、みたいな。うん、来たらなんか起こっちゃう、みたいな感じになるの。うんうん、それなんだけど、いや、俺は行くとか言って、うん、なんか、他の候補の人の下について、うん、その会場に無理やり入ったりとか、うんうん、なんか、本当に王様とかさ、なんかそういう、うん、気品高い感じなの、うん、中は、うん。なのに、なんか、一人で出てって喋っちゃうとかっていうところを見てると、うん、いや、お前、抑えとけないから、うん。そういう意味でのイライラね。どうせ何にもなんないから、みたいな。やめとけって、っていう気持ちがもうずっと出てくる。そういう作品。なるほどね。だからいい。なるほど、ね。あとはなんか結構むごい。むごい。描写はむごい。確かに、グロい要素はね。ほんと、ペテルギウスっていうキャラがいるんですけれども、うんうん、に、レムってわかる？わかるわかる。メイド服のさ、うん、水色の髪の子なんだけど、うん、が、スバルの主人公の目の前で、ぶっ殺されるシーンがあるんだけど、うん、やばい。そこ、うん、えぐい。一番えぐい。そうなんだ。うん、なんかね、あらゆる関節が回転するみたいな感じ。やば。可愛く言うと。可愛く言うとあれ。やば。関節回転って感じ。すんごい。へえ。やばい。それを描写してるってことだもんね、うん、アニメで。さすがに、その回転、うん、うん。なんか、いい感じよ。怖いよ。普通に2期が楽しみ。なるほどね。1期どこで終わったっけ？2期始まるってなったら1期をもう一回見ないといけないんだよね。そうなの？思い出したそんなことはないけど、うん、俺結構そういう人で、今までもさ、こう、連チャンで出てくるものってあったじゃん、うん、そのアニメに限らず、ハリー・ポッターとかさ、あるね、あるね、スター・ウォーズとかさ、うん、ああいうの俺最新作出て、それを見に行くってなった時、うん、過去作品全部見に行ってから行く。労力がすごい。じゃないと、ぶっ飛んじゃう。確かに。じゃあもう絶対にさ、全部完結してから見た方がいいじゃん。そう、そうなんだよ。だからその人なの。だから俺、リアルタイムで、そのテレ東の深夜アニメとか、見るの、本当は嫌なのよ。あ、全部もうワンクールパーンってできてから、もう一日かけて、全部見始めるみたいなことしないと、なるほど、なるほど。一週間待ってると、もう記憶が飛んでるから。確かに、わかるわ、それはわかる。なんか感情とかが飛んじゃうんだよね。もう毎週やっちゃうとね。確かに。結構、全部一気にしたいっていう感はあるね、うん、
わかるわ。行ったね。行った？アニメと、うん、アニメ関連の話で。お。うん、だって、フォートナイトの話一回もしてないから、ね。あ、しなかったわ。10分行ったもん。じゃあ、このままね、うん、次の曲紹介に行くんですけれども、はい、次は今週の1曲ということで、はい、まあ、タクヨは2回目の参加だから分かると思うんだけど、うんうん、今週この1週間ぐらいで自分が見つけた曲、うんうんうん、っていう感じで、はい、この1週間にリリースされた新着の曲っていうわけではありません。はい、で、今週の1曲は、ソラネさんで多分合ってると思うんだけど、ソラネさんで、ハグっていう曲です。フィーチャリング、コジコジさん。はい。ちょっとね、いい感じなんで、聴いてみてください。はい。どうぞ。